2020年の阪神タイガースでは、2020年シーズンについての阪神タイガースの動向をまとめる。このシーズンの阪神タイガースは、矢野洋大監督の2年目のシーズンである。チームスローガンは、一勝笑いタイム、俺がやる。新たに、井上和樹を1軍打撃コーチ、北川弘俊を2軍打撃コーチにそれぞれ昇平。無償トレードで福岡ソフトバンクホークスから中田。 ケンイチを獲得。ソフトバンクから自由契約となっていたロベルトスワレスを獲得したほか、新外国人として、マイアミマーリンズ参加、トリ AAA のジョーガンケル、クリーブランド・インディアンス参加、トリ AAA のジョンニー・エドワーズ、ロサンゼルス・エンゼルスのジャスティン・ボーア、クボ・キューム・ヒーローズのジェディ・サンズを獲得した。新型コロナウイルスの影響で6月19日の開幕となる。 開幕戦からビジター15試合という日程の影響もあり、スタメンで出場していた2年目の近本浩二、木老聖なり、新外国人のボアなどが6月の月間打率2割を切る不振により得点能力が低下。投手陣を前年中継陣を支えたピアーズ・ジョンソン、ラファエル・ドリスがアメリカに渡り、藤川球児や島本、森屋が怪我でほとんど投げれず、新人の小川一平や、 実績のないバコウスケに頼らざる得ない状況が続き、巨人、ヤクルト、DNA、中日と続くカードで2勝10敗とつまずいた。7月に入ると、ボーアやサンズ、開幕直後にはスタメンにいなかった、大山祐介が本塁打を放つなど打線が上向き、藤川の戦線離脱で抑えに配置されたスアレスが、結果を残して、チームが噛み合い一時期8あった借金を7月半ばに、 返済し、8月、9月と貯金一途つながら勝ち越した、他、巨人以外のチームには勝ち越した。しかし前年同様、守備の失策は改善されず、優勝した巨人には、東京ドームで開幕から8連敗を喫するなど、8勝16敗と大きく負け越したことが響き、優勝を逃す大きな敗因となった。9月24日に一軍選手に、 新型コロナウイルスに数名がかかっていたことが判明し、濃厚接触者を含む一軍登録選手が大量離脱して、チームの成績も落ち、中日に抜かれ3位に落ちたが、10月下旬に離脱した選手が戻ってくると、今季初の6連勝と、踏ん張り再び中日を抜き返し2位でフィニッシュした。2020年3月26日、藤並慎太郎が数日前から、 休覚以上を訴えていたとして PCR 検査の受診を発表し、その結果新型コロナウイルスへの感染が判明、旧開発の感染者となった。27日には濃厚接触者に認定された長坂県渡る伊藤早田の二人も PCR 検査を受け、同じく新型コロナウイルスへの感染が判明した。またシーズン中の9月24日には浜地雅美が 頭痛や、倦怠感を訴え、同日夕方に PCR 検査を受診し、翌25日に陽性反応が出た。合わせて実施した、選手、首脳陣、チームスタッフ全員を対象にした PCR 検査の結果、糸原健と、洋川直将、馬場ス介、岩沢雄太、スタッフ2名が感染していることが分かった。また、浜チと食事をした、小川一平。 岩崎優は、保健所から濃厚接触者に指定されたほか、糸原らと会食した、福留康介、江志潮が、木狼聖なり、小林啓介の4人を球団が独自に、濃厚接触者に指定したことで、計10名の選手を登録抹消する事態となった。この一連の事態を受け、洋子を検事球団社長が、シーズン終了後の12月1日付で、隕石辞任することとなった。 本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合等、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。 また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。